注意事項ね。問題はないかしら？それじゃあ、ゆっくりしていってね。おら、私に構えまたら起きなー。いきなりなんぜい。やれやれ。いろいろと聞きたいことはあるが、とりあえずクッキーでも食べて落ち着け。食べるけどなんでクッキー？ほんともういろいろあって、先日、肩書きにクッキー屋さんの紙が追加されてな。何がどういろいろあったらそうなるのよ。管理職ならではのいろいろだよ。で、話を戻すぞ。まず、何の用だ？私は今日、誰かで遊びたい気分なの。だのにどいつもこいつも忙しい忙しいと、ほんとお姉様たちはわがままで困るわ。というわけで暇そうな奴のところに来た。まあ時間の融通は効くが、決して暇というわけではないのだがね。とりあえず、要するにただのカマチョだな。そんなキャラかお前、一体何を企んでいる？なんで何か企んでいる前提なのよ。失礼な。私がどんなキャラでどう振る舞うかはその日の気分で私が決めること。なんとなく今日は童心に帰ってカマチョの日って決めたの。別に夏はイベントが多くてあいつら全然私に構ってくれなかったけど、そろそろ行けるかとか、そんなことは一切これっぽっちも全くみじんたりとも完全に考えてはいなかったわ。ははは、期待をすかされてご機嫌ななめか。ちゃんと話を聞けっつーの。あのバカどもに期待なんてしてねえし。というかこのクッキーやたら可愛いわね。これなら釣れるか？ねえねえ大っきな、これの作り方をフランにも教えてー。浮気色悪。わざわざ媚び売ってやってんだよ、口を慎め。クッキーの作り方を教えるのはいいが、まだ聞きたいことがある。答えてもらうぞ。どうやってここに来た？まさかまたあのポンコツ二道寺が扉をしまい忘れでもしたか？うさんくさい方の賢者に連れてきてもらった。じゃああいつに構ってもらえばいいじゃん。眠いから嫌だって、そしてここに放り出されたわ。沖縄ロリコンだから私に絡まれたらきっと喜ぶとも言っていたわね。誰がロリコンだ？まったく。違うの？違うわい。違うんですか？うわ、びっくりした。いや誰だよ。あ、失礼しました。私はこの後ろどの国で活動している座敷わらしの一人です。座敷わらし。ああ、和風のホフゴブリンね。噂通りうちのよりだいぶ脆そうだわ。後ろどの国って座敷わらしが住んでいるのか。でも、その一人？複数いるような口ぶりね。うちのは事情が事情だから群れになっていると聞いたけど、ホフゴブリンも座敷わらしも、基本は一家に一匹じゃないの？匹で数えるのはやめなさい。それと住んでいるわけではないぞ。この子たちの家は別にある。ここでこの子たちがやっているのは、いわゆるテレワークというやつだ。テレワーク？本来の職場とは離れた場所で仕事をすることだよ。でも、座敷わらしの仕事ってホフゴブリンとほとんど同じなのよね。家に住み着いて家事や子守りを手伝ったり、幸運を運んだり災厄を知らせたり、あと一部はあのうさんくさい賢者の命令で、里の人間を監視しているとか、そのテレワークでどうにかなるの？ここにはあらゆる場所に繋げられる扉が無数に存在しているからな。扉を覗けば家の様子はいつでも確認できるし、現地に行く必要がある時は扉を通れば一瞬だ。座敷わらしはその性質上、定期的に住む家を変える必要がある。しかしその度に荷物をまとめて引っ越すのは煩わしいと感じていたようでね。そこで後ろどの国を活動拠点とし、扉を通して家を監視するテレワークだ。荷物はここに置いてあるから、家を変えるときは扉のつなぎ先を変えるだけで済んで楽ちんなんだとさ。はい、めちゃくちゃ労働環境が改善されました。断言します。転勤はクソです。特にオタクの荷物量で転勤はマジでうついで。オタクやめればいいのに。その発言は飲んでリヴァンパイアとか言われかねんぞフランドール。まあ、事情は理解したわ。それで、沖縄こいつらにテレワークをさせて何を企んでいるの？なんで何かを企んでいる前提なんです？別に何も企んでいないよ。そもそも私が承知したわけではない。この子たちが勝手に居座り始めただけだ。特段こちらに不利益もないし、好きにさせているに過ぎないよ。ロリコンだから私たちのことを受け入れてくれたんじゃないんですか？うん、違うよ。というか、ちょいちょいいろんな奴に私がロリコンだと誤解されているのだが、マジでなぜだ、まるで身に覚えがない。いやまあ確かに赤ん坊を見たら子を産みたい願望とか抱かないかと言われればそれは抱くけども、私が観測する範囲においてこの願望は割と普遍的な欲求だ。妙な業を背負わされるいわれはないぞ。妖精たちに寄られたからではちゃめちゃにされてめっちゃ楽しそうにしていたと聞いていますが。語弊があるなぁ。あれは、くくく、お前たちに何ができる？的なラスボスムーブであってだな。幼女に群がられて喜んでいたわけではない。いやまあ妖精ごときに一本取られたのは想定外で、楽しかったのは楽しかったが。でも私たちによくお菓子をくれるし、この前なんて私を膝に乗せておしゃべりしたりお昼寝させてくれたりしましたよね。勝手に居座るのを許すのと、無視するのはイコールではないだろう。私だって気が向けば傍らにいるものと何気ない雑談くらいはするさ。しかしなんというか、思っていた以上にお前たちがナウでヤングすぎて話を合わせにくいというか、気づけば選択肢が菓子をあげ続けるか寝かしつけるかで喋る口を塞ぐ方向に。孫を持て余すおばあちゃんか？生死体が悲しいかな否めない。じゃあ、つまり、その、
私たちはいつ追い出されてもおかしくないということ？いや、なぜそうなる？だって、私たちがここにいたって、沖縄様には何のメリットもない。今までは沖縄様はロリコンだと思っていたから、私たちがここにいるだけで利になっていると。ウィンウィンの関係だからテレワーク生活はこの先も安泰だろうと思っていたのに。そう思われていたのなら遺憾でしかないよ。まあ落ち着きなさい座敷わらしよ。確かに私はあなたが誤解していたような特殊な業を背負ってはいませんが、無害な同居人を無益だからと追い出すほど強要でもありません。利害の一致なくして共存など成立するものか。なんかこの座敷わらし闇深くない？過去に何があったのか気にはなるが聞きたくはないな。もうおしまいだ。私たちはいずれこの楽園を失うんだ。また転勤だらけの生活に戻るんだ。終わらない絶望の荷造り。ああ、引っかかったな座敷わらしよ。今の話はすべてちょっとした秘辰ジョークだ。秘辰ジョーク？私はまたら沖縄。後ろ戸の神であり、能楽の神であり、クッキー屋さんの神であり、実はロリコンの神でもあるのだよ。やっぱりロリコンなんじゃないですか。もう、心臓に悪い冗談やめてくださいよ。こいつの肩書きってこうやって増えていくのか。やあ、解説担当のカッパだよ。ゆっくり茶番劇で学ぶ世界のことわざ。茶番劇部分は楽しんでもらえたかな？今回のピックアップことわざはこちら。A small lie is useful in some cases。英語圏のことわざだね。訳は、小さな嘘が役に立つこともある。真実を明かして面倒事を招くよりは、大事にならない程度の嘘でお茶を濁した方がいい。時と場合を選べば嘘は必ずしも悪ではない。って感じの教訓系ことわざだね。要するに嘘も方便系のことわざだ。勝手に絶望していく座敷わらしを見かねて、沖縄さんは誤解を解くより業を背負うことを選んだと。後で絶対うさんくさい方の賢者にいじり倒されるやつだこれ。ご視聴、ありがとうございました。